のお客様は幅広い趣味とロシア愛で知られ今人気急上昇中の声優江坂すみれさんです。失礼します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、TBS ラジオ初登場。そうなんです。だから迷子になっちゃってスタジオになかなか行きたかったんです。迷子ですか。はい、この建物めっちゃシンプルですけどね。本当ですか。いやもう噂をしましたが、たどり着けてよかったです。エレベーター出て右か左かしかないのが、そうですね、分かりやすい TBS ですからね。最初確か左かどこかに出て、逆ですねそれね。はい、間違えましたね。なるほど。ということでプロフィールの紹介からお願いします。はい、はい、上坂すみれさんはソビエト連邦が崩壊しロシア連邦が成立した1991年生まれ。ご出身は神奈川県ということで、子供の頃より、ジュニアモデルとして活動をなさっていて、2012年声優として本格的にデビュー。他の追随を許さないロシア愛、ロリータファッション、ミリタリーなどもう多彩な趣味もお持ちです。これまでにパパの言うことを聞きなさい、12秒でも恋がしたい、ガールズ&パンツァー、原始圏2代目などの人気アニメの声優を務める一方で歌手としても活動をしていまして、先週ですね、90年代のユーロビートを意識した4枚目のシングル来たれ暁の同士が発売されたばかりです。はい、はい、上坂さんがねその、まあ、歌手デビューをして、はい、それから、まあ、あの大月健二さんともお仕事をして、そうなんです。憧れの、はい、はい、めっちゃあの王権さん好きな人に私は悪い人はいないというふうに思っているので、そんな気がしますね。あの勝手に王権側の同志だと思っています。いやもうそうだったら嬉しいです。私も青春時代を救っていただいた思い出があるので、そうですね、大月健二さんこの番組にもお越しいただいたことがあるんですけど、私もやっぱり昔から好きで、なんだろう、新しい系譜みたいなものを明確にしましたよね。そうですね、うん、やっぱりなんでしょう、私はちょっとリアルタイムではなかったんですけど、ナゴムギャルの皆さんがこう熱狂的な活動をしていたり、またそうですね、なんかエッセイとか語り口も面白いので、本当になんかこう見れば見るほどこうなんだろう、共感するというか、ああこういう方がいらっしゃるのかっていう、レティクルーザー妄想とかすごく好きですね。すみません、あの言葉がね、あのナゴムギャルとかいろいろ出てきて、ちょっとついていけなくてごめんなさい。ちょっとあの話したいと思うんですけど、あの大月さんが出てくる前までは、はい、多分例えばその学校に居場所がないなだったら、じゃあヤンキーになってみようか、突っ張ってみようかとかね、あるいは映画とか、 なんか別にサブカルとかに行こうか、それで教養を高めようかとか、いろんな路線があったと思うんですけど、なんかモテないぜとかコミュニケーション取れないぜみたいなことを素直にこう作品内で歌ったりとかエッセイ書いたりとか、ロッカーなのに腰痛いぜみたいな、自虐とはまたちょっと違う、そのダメなんだけどダメだって言おうじゃないか、だってダメだもんっていうことをどん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 その明らかにしていって、このネット社会になってからその文化が一気にまたさらに一段感増えたという感じが、本当あの曲の雲の糸の世界とか、はい、ね、あの友達がいないっていう歌詞です。そうなんですね、この絵を描くんですけど、ああいう休み時間を過ごしてましたね。過ごしてた人多いですよね。結構いますよね、そうやって過ごしてた人に対して共通のそうだよねっていう世界観を当たり前に与えていいんだと、ある意味今のネット文化の源流にあるアーティストの一人でもあるし、上坂さんもその正統後継者の一人で僕は見てるんですけどね。正統的にこじらせたと大月さん本人に認めていただいたそうです。そうでしたか。こじらせ女子、残念系美少女だというふうに、サブカルチャーに行ってしまったのだな君はっていう感じでですね、認めてくださってとても舞